ニュースポストセブンです。後輩選手に対してのパワハラ行為が報じられた楽天の安楽智弘投手、球団は事実を重く受け止め安楽選手を自由契約としました。すでに報じられたようにロッカールームで下半身を露出させたり食事の誘いを断った相手に執拗に電話したりといった行為がほぼ事実と認められたほか、現役選手の証言によると朝の3時から4時まで飲むのはザラで罰ゲームとして後輩に無茶な飲み方をさせることもあったそうです。また遠征先で女を呼べと言われた後輩が無理して女性を集めていたこともあったとのことです。